ましての方が多いと思います。愛知県から来ました高校2年生16歳の安住の心と書いて亜美と読みます。よろしくお願いします。ありがとうございます。名前だけでも覚えて帰っていただけると嬉しいです。今歌わせていただいた曲は、ゆうかさんの星月夜でした。続いて歌わせていただく曲は、すごく盛り上がれる曲になっているので、皆さんなんか他の出演者の方のものでもいいんですが、タオルとか、なんだろう、タオル、ティッシュ、メガネ、帽子、靴下、なんでもいいんですけど、なんか振っていただけると、ありがとうございます。振っていただけると嬉しいです。それでは聴いてください。怪獣の花歌。思い出すのは君の歌会話よ。